このビデオではボールネジビアリングのサポート部品を使ってフュージョン360の材料プロービング機能を見ていきます材料のセッティングを近くで見てみましょう今のところこれらの部品を2つ作るだけで迅速かつ正確なセットアップが最優先事項です材料は X 軸に沿ってバイスの中心にあるバイスフロアに設置しています次に進む前にプログラムの一環として材料プロービングをする意図を理解してみましょう バイスに材料を固定し、機械内にワーク座標系を設定するためのオプションが多数用意されています。材料を位置決めするために固定用の部品に合わせて位置決めするか、測定しながらバイスの中心に固定する必要があります。どちらの方法もワーク座標系を設定するためには手作業で測定して位置を正確に決めなくてはなりません。迅速かつ正確な設定が最優先事項であることから、 手動でワーーク座標ををプロービングすす。る時間を節約したいいと思いますこの例でのワークフローは、材料をバイス中心のプラスマイナス1インチにセンタリングすることです。このワークフローは、機械制御で材料を正確なワーク座標系に移動させます。最初のステップは、Fusion360 の CAM のセットアップです。このワーク座標系は、バイスのプレート面から、XYZ 軸を取ります。 これは、プローブ位置決めの再現性を取りやすくするためです。CAM セットアップのポスト処理タブでは、WCS オフセットを2に設定し、プローブ WCS オーバーライドを1にします。ここで重要なのが、WCS オフセットは切削工具を動かすもので、プローブ WCS オーバーライドは機械のプローブを動かすものということです。 ここで覚えておいてほしいのは、WCS オフセットの0と1の両方が G54 を出力し、G55 から続くワーク座標形番号は2以降から始まることです。次に、ハ e a r t h c n c m i l の制御をどのように設定するか見てみましょう。CAM のセットアップでは、WCS オフセットを G55 に設定し、プロ o b e w c s オーバーライドを G54 に設定しています。 機械設定では G54 と G55 のワーク座標原点を同じ値にする必要があります。覚えておいてほしいのは G54 はプローブ WCS オーバーライド番号であり、プローブサイクルからは変更されません。G55 は切削工具の経路を駆動する CAM セットアップの WCS オフセットであり、プローブサイクル後に正確なストック位置にシフトされるワークオフセットです。 これは一般的なワークフローで、この例では G54 を変更せずに3回の手動プロービングサイクルを省略することができます。貴重なセットアップの時間を節約できます。セットアップの WCS 設定とマシンのワークオフセットを理解したので、Fusion 360でストックプローブサイクルを設定しましょう。セットアップで WCS プローブを選択してみましょう。次にプローブを選択します。重要なのは、ストックプロービングはソリッドモデルが材料として定義されている場合のみ機能することです。そのため材料を表示して分かりやすくします。次にしなければならないことは材料の上面を選択することです。そしてプローブタイプで XY 角ボスが自動的に選択されたことが分かります。 図形タブに移動すると、プローブの種類で選択したジオメトリに対してどのオプションがあるかを確認できます。今回は自動選択の XY 角ボスのままにします。セットアップは中心からプラスマイナス1インチの範囲だったことを思い出してください。センタリングの設定交差が大きいため、衝突を避けるためにクリアランスとオーバートラベルを増やします。 この場合、両方の数値を2インチに変更します。これで、ツールパスのプレビューに大きなクリアランスがあることがわかります。今回のクリアランスでは、ストックが2インチまで中心からずれても、プローブと衝突しません。プローブが理論的に完全な材料の位置から2インチ先に移動すると、機械にアラームが鳴ります。今度はシミュレーションして結果を見てみましょう。 ここでは、プローブが図形タブでクリアランスとして設定した2インチだけストックを回避していることがわかります。ストックがキャム設定で定義されているときに、ストックをプロービングする方法を見てみましょう。主な違いは、図形タブのプローブモードをモデルからストックへ変更することです。距離とオーバートラベルは同様に表示されるので、入力して OK します。 次のビデオでは、プローブサイクルがポスト処理された NC データを見ていきます。